袖ヶ浦東小学校に保存1245型はかつて日本国有鉄道の前身である鉄道省に在籍したタンク式蒸気機関車である。元は新宮鉄道が1922年にドイツのオーレンシュタインウントコッペルで一両を製造した二気筒端式で法和式の小型機関車で1934年に新宮鉄道が国有化されたのに伴い 鉄道小石となったものである。車軸配置0から6から0のサイドウェルタンク機関車である。本形式は同輪計9 0 0、mm、トル固定軸距百2 2 0 0、mm、トルの 180HP 型といわれる規格型機関車で、同型のものは1922年から1925年にかけて12両が日本に来着している。その最初のものが本形式である。 国有化後は使用されず放置され、1936年に廃車となった。改版の手続きはされたものの、現車に新番号は表記されず、後のままであったようである。また、新宮鉄道は他の鉄道路線との接続を一切持たない孤立路線であったため、連結器は最後までネジリンク式であった。前述のように本形式の同系機は、計12両が来着している。 その状況は次の通りである。長岡鉄道には、1922年製の子と1923年製の6の2両が在籍した。長岡鉄道の2両は、新宮鉄道の子と共とにサイドタンクが短いタイプであった。1928年の来年化を経て、5は1951年に廃車され、建設省九州地方建設局へ譲渡された。 一方の6は、翌く1952年に廃車解体された。長戸鉄道には、1922年製の4が在籍した。この機関車は、全室の3両よりもサイドタンクが短かった。1937年に、日本交換川崎製鉄所に移り106となったが、1950年頃に、川崎車両で下回りを流用して上回りを更新した。 帝国丹領は、倉って警弁鉄道の後ろ身で、1923年製の一両は、同社の3となった。同期は、1926年に、同社の1が売却されたのに伴い買いされにとなった。この鉄道は所有者の変遷が目まぐるしいが、最終的に、筑豊鉄道の所有となり、1954年に、同線の廃止と運命を共にした。 鹿島三宮鉄道の開業用に用意された1923年製の2両は1、2と不満された。これ以降の機関車はサイドタンクが長いタイプで煙室受けにまで達するものであった。この2両は1937年12月1日付で廃車された後、1938年6月に日本カーバイド工業ウオズ工場へ譲渡され、そのままの番号で使用された。 その後、富山地方鉄道に車席のみ編入されている。1969年に廃車となったが、1が、魚津市の村木小学校、2が、滑川市の行田公園児童館で、生体保存されている。東の鉄道へは、1923年製の一両が、那須商船延伸開業用に導入され、3型と称した。1937年9月に廃車となり、 ブローカーを通じて、室蘭府島へ譲渡され、後に栗林紹介に所有権が移った。伊賀鉄道へは、1923年製の一両が、6として導入された。1927年、両機の後ともに、大井川鉄道へ譲渡され、そのままの番号で使用された。1950年に建設省近畿、地方建設局へ譲渡された。 袖ヶ浦東小学校に保存茨城鉄道では、1927年に、ブローカーを通じて1924年製の一両を購入し、3とした。購入はしたものの、急勾配の多い動線には適さず、1944年から1948年まで、鹿本鉄道に貸し出された。返却後は14に改版されたが、ほとんど急車状態で、 1951年に、川崎製鉄千葉製鉄所へ譲渡され、ニュースにとなった。その後、1978年から、千葉県奈良市の袖ヶ浦東小学校で、生体保存されている。1925年製の2両は、日本電力小川発電所の建設用に用意された、もので、7、8と不満された。1940年に8が健在であったことは、 確認されているが、その後の消息は不明である。新宮鉄道後の所言を示す。国鉄1245形蒸機機関車の同系機に、関するカテゴリー東の鉄道3型蒸機機関車に、関するカテゴリー、長岡鉄道5号型蒸機機関車に関するカテゴリー、大井川鉄道6蒸気機関車に関するカテゴリー、富山地方鉄道1蒸気機関車に関するカテゴリー、 新宮鉄道5系蒸気機関車に関するカテゴリー、長戸鉄道4号型蒸気機関車に関するカテゴリー。ありがとうございます。